5月18日4時35分とうとう薄利川に来ました。前はロシア領やな。ご当地です。ここに後藤要塞を作って、日本軍は昭和20年8月26日まで戦いました。後に戦いの場所にまたやってこれました。明日はタクシーで行きたいとこ全部回ってもらいます。